こんにちは、トイハッピーです。今回の動画は総人レッパーデラックスガシャコンスパローです。ブレイカー、ソード、マグナムと武器の名前だったんですけど、今回はスズメです。このスパローっていうのも武器の名前であるんでしょうかね。もし分かる方いたら教えていただきたいと思います。レベル3の状態で、カマモードで持ってますよね。クロスさせてます。ゲームとかだと弓もスパローって名前のものがあったりするんですけど、単純に弓を英語だと棒だったりするんですけど、ガシャコン棒、棒みたいですね。はい、そんなわけでちょっとね、開けていきます。カマモードの状態で分割して入ってます。でまずはこちら、青い B ボタンがついてる方がガシャコンスパロー B。 いや、これね、じっくりじゃないや、ずっしりと重たいです。 B のボタンが押せます。でガシャと装填口、そしてこちらの方には電源スイッチ、そして電池ボックスがついてます。続いてもう片方がガシャコンスパローの A です。これはね、 B に比べてすごく軽いですね。すごい軽い。パッケージでは右手で持ってましたね。右手用の武器みたいです。で A ボタン押せます。ですごく軽いんですけど、電池ボックスはなしです。電源スイッチもなしです。そしてスパロー B 側で使用する電池は単三電池1本です。蓋はネジ式となります。では電源入れてきます。ガシャコンスパロー、ガシャコンスパロー。スピーカー部分は裏から見てここにあります。ガシャコンスパロー。電源入れて一発目だけはズッバーンとなりますね。それ以降はカマの攻撃音です。長押しは何もなしです。はい、そして B ボタンを押してトリガーでスペシャル攻撃音が鳴ります。ポチッといきます。そしてガシャコンスパローの A です。こちらは電池装填はなしです。ですのでこの A ボタンを押すだけになりますけれども、この A ボタンは何なのかっていうのは、動くのはここです。 B と合体した時の脱着ボタン、これを押すことによって分離ができます。振り回して遊べますけれども、人に向けたら危ないです。鎌型の武器 A、B どんだけ重さが違うかっていうのは、まずは B から 261g、 260、それぐらいです。電池込みです。そして A の方が127、全然違いますね。 B の方がやっぱり重たいです。はい、そして合体してアローモードになります。まず A と B を入れ替えて、このジョイントで合体、アローモードの完成。はい、そしてこちらズームアウトでアローモード前傾です。バイクのグリップが目立ちすぎて、弓というふうにはちょっとどうなんだろうという形ですね。握りながらの両手持ちは変形ハンドルのバイクとか、そんな感じですかね。ガシャッと装填口は後ろになります。この向きで言うと横から刺す感じになりますね。なんか怒りみたいなそんな感じです。アローだからボウガンではないと思うんですけど、光線技なんでしょうかね。そして内側のトリガーで通常攻撃、ちょっと黒で見づらいんですけど、ここにあります。最初の1回だけズッドーンってなるんですけれども、なんか鳴っちゃいましたね。最初の1回だけなので、電源切ったり、あとはカマモードのトリガーを押したりすると切り替わります。スペシャル攻撃は B ボタンを押した後にここのトリガーです。これで発動します。
スペシャル攻撃は B を押した後ここでも発動はします。ではやってみます。2つの攻撃も同じ気がするんですけど、ちょっと比べてみます。ライダーガシャットで必殺技です。引き抜くときはここの黒いボタンを押しながら抜きます。そしてチャンバラガシャットも使ってみます。ちなみにカマモードのトリガー1だとどうでしょう。ここではなくて上のボタンで。トリガー2でしか決め技は発動しないです。まあ、分離したからといって音が変わるわけでもないんですけれども、カマモードでもクリティカルフィニッシュはできます。ガシャッと刺した状態でもスパローの AB パーツは合体は可能です。ガシャコンスパロー自体は、まあおそらく左手で使う武器だと思います。右手だとトリガーが小指、左手持ちだとちょっとガシャットのスロットのところに指を通す感じです。大人だとちょっときついかなですけど、子供だと楽々持てましたね。でここで人差し指でトリガーを引くことができます。はい、そんなわけで今回の動画はガシャコンスパローでございました。以上、ご視聴ありがとうございました。トイハッピーです。